の時の小僧、救護兵を容赦なく殺した貴様か。傷の養生のために懲り谷に残る羽目になった。貴様と再び戦うためと思えば合点もいくというもの。こんな子供にしてやられるとは口惜しいが、よかろう。この城へやってきたことを後悔させてやる。久しぶりだな、グアチャロよ。この時を待っていたぞ。貴様は裏切り者のジュヌーン・アパタイザー。ここで貴様と会えるとはな。臆病風に吹かれた腰抜け目、今度こそ貴様をあの世へ葬ってやる。それはこちらのセリフだ。バスク村の人々の恨みを晴らしてやる。何？貴様がそれを言える立場か。奴らをやったのは貴様自身だろうに。
折り当てのデニムよ。貴様は仲間のアパタイザの本性を知らぬ。こやつは村一つを焼き払い、何の罪もない村人を虐殺した犬畜生にも劣る外道なのだ。あの村が過激な武装ゲリラの基地だと言い、襲撃するよう命令を下したのはお前ではないか。そうかもしれん。だが確認を怠ったのは貴様の失態であろう。本当にゲリラのアジトだったのかどうか、何故その目と耳で確認しなかったのだ。剣を血で染めたのはアパタイザ、貴様自身だ。今さら私を責めたところで貴様の罪は消えぬ。確かに今さら貴様を殺したところで私の罪は消えないだろう。あの時の私はどうかしていた。命乞いをする人々を容赦なく殺害した。それが私に課せられた任務であり、その結果ガルガスタン王国のためになると固く信じていた。だが実際はどうだ。手を汚した結果どうなった。人々から笑顔が消え、代わりに見えるのは恐怖に引きつった表情だ。自由と言論が奪われ、貧富の差は拡大するばかり。これが我々の目指した美しい国家なのか。何をふぬけたことを。いつからそれほどまでに軟弱な輩になった。正義だ悪だと口にする輩の次のセリフは弱者救済だ。だが弱者を救済して一体何になる。最大限の努力もせず自己の才能を磨くわけでもなく、ただ不平だけを口にする弱者など何の価値がある。我々は強者だ。手を血で染め勝ち抜いてきた。それを恥じる必要などなかろう。弱者を蹂躙するのは我々の正当な権利。強者に踏みつけられるのは弱者の死闘の義務なのだ。グアチャロ、やはりお前を生かしてはおけぬ。お前は存在してはならぬ毒そのものだ。お前が生きている限り戦乱は終わらぬ。世の中が変わることがない。やれるものならやってみるがいい。貴様の脆弱な刃が通用するものならな。
ウォルスたちに敗れるとは、陛下、申し訳ございません。堀谷城は我々が占拠した。あなたはもう終わりだ。屋敷オルスタ人ごときにこの私が屈するとでも思うのか。近寄るな。いいや、従ってもらう。あなたに選択の自由はない。なぜだ。スモンジーで勝利したのは我が軍だ。なのになぜこの私がこんな目に遭わねばならんのだ。近寄るな、この無礼者め。
おとなしくしろ。無駄な抵抗をやめるんだ。く、貴様らウォルスタ軍ごときの手にかかって死ぬぐらいなら。愚かなこと。バイスたちは無事なのか。ハケ、デニムはどこにいる。知らないものは知らないよ。どこかへ逃げたんじゃないかな。ふざけるな。英雄と呼ばれた男が尻尾を巻いて逃げるものか。さあ吐け、貴様たちは一体何を企んでいるのだ。カカ、大変です。コリタニ城がウォルスタ軍の手に落ちました。なんだと。どういうことだ。ブリガニア平原を突破したウォルスタ軍の別動隊に背後から奇襲されたそうです。そんなバカなことが。ゲイカはいかがされた。無念にも討ち死になされた模様です。ゲイカが亡くなられただと。そんなバカな。そうか、あいつやりやがったな。貴様ら、はかりおったか。残っている戦力はどのくらいだ。はい、4個中隊程度かと。くそ、予想以上に兵を失っているな。ブルタゴスとミュンツァをコリタニ城へ回せ。我々はアルモリカ城を奪取する。はい、直ちに命令を伝えます。コリアテのデニムめ。